柔道書が用意してあるかな。あるんだよね。まだか。はい、ごめんなさい。点滴、乳酸リンゲル、あ、リンゲルか。リンゲルと総合ビタミン剤。それから心臓とか肝臓とかを元気にする薬ね。それから抗生剤。それから胃腸の機能を高める薬。それから消炎鎮痛剤、痛み止め。だけどこれも痛み止めもステロイドに変えました。はい、確認して。大丈夫だ、ちょっと。またね。うん。運動車の準備あと何分でできますか。クッキーとコネは持ってきてる。あ、じゃあ始めてください。うん、ラキちゃん先生と。で、これちょっと部屋用意して、そのケースで。それからもう一個大きいケースから。ハムスター。はい。動かなくていい。まずいね、動かんね、あんまり。もっと動いてましたもんね、これやったら、うん、そっちのサポートしてあげて。あ、いいですか、はい、うん、必要な時は言うからさ。うん、で、ご飯ちょっと巻いといて、巻いとくと入れて。あ、動き出した、ちょっと。今日これって一番最後やったのいつです、お家で。昨日の 夕方の6時。6時、何 cc ぐらいの？ 2.5 ミリ。あ、飲んだ。それが最後。今日はまだ開けてない。今日、あの、薬も飲めない。あ、口が動かないんだよね、はい、うん。ダメだね。ちょっとまた時間を置いてからやりますね。はい、これあんまり頑張っちゃうと誤飲しちゃうからさ。はい、あ、これ絶対ちょっと取ってください。持ってきてます？お薬。あ、すいません、持ってきて。折り返、家遠いんだけど近いんだ。近いです。折り返し持ってきてもらっていいですか？ありました。 A も B も両方とも。それはもう3時なんです。折り返し持ってきてください。あ、で、ちょっとそうね、先にじゃあこのお預かりしますから、折り返し持ってきてもらっていいですか？で、それからちょっとお預かりですけど、お預かりします。お預かりします。今持ってきてもらえていいですか？ちょっとこちらにあげたいんでね、お薬を。ご飯とかご飯も持ってきてください。いつも食べそうな、好きそうなやつ。はい、はい、じゃあこのままお預かりします。じゃあ、すみません、折り返しもう一回来てくださいね、はい、で、その時にじゃあ入院の手続きをちょっと取らせてもらいますんでね。はい、消毒してください。はい、そっちもさ、酸素鳴らして。